えー、お疲れ様でございます今回の YouTuber さん紹介は H というチャンネルですね、えー、実はねこれあんまり紹介していいものかどうか迷ったんですよというのが今回の YouTuber さんはこの「永次再び」っていうね長渕剛さんがご出演されていた30年ほど前の映画をですね違法アップロードされてるんですよね までですんで私としてもちょっと紹介がしにくいんですけどもどうやらこれ DVD になってみたいですよね「英二再び」長渕剛さん扮する、えー、これヤクザのね小川英二という役なんですけどもこれがですね前作のトンボのまあ、完結編みたいになってるんですよねおそらく「英二再び」の続編はなかったと思いますもしあれば見たいんでお知らせいただきたいんですけども そそもそもこの「トンボっていう作品はねあの、まあ、ヤクザがどのように生きてどのように、まあ、死んでいくかっていうかね死んではいないんですけども生き抜いていくかっていう、まあ、そういった昭和30年代40年代ぐらいの40年50年ぐらいですかねそういった時代背景を持ったドラマになってるんですよ、まあ、あのヤクザが題材になってるっていうのもねテレビ的には今となってはタブーだと思いますけども当時はまだねあのこういったものが あ仁義なき戦い始め結構許されていたと言いますかまだニーズがあったんでしょうね実際にこういったことをねなりわいにしている方も結構いらっしゃって漫画とかテレビとかを見ていたと思います多分この長渕剛さん演じる「トンボとかね「英次再び」っていうのもものすごいそういった筋の方から好評を得ていたんではなかろうかと想像するんですよねしかも相川翔さんが弟分役で出てるんですよこの頃は 今みたたいななな大物になるかかかかどうか全然分かんなかった時代ですいやでも本当にね相川翔さんもよく演じきったなと思います、えー、ストーリーに関しましては、まあ、ヤクザとして生きている小川英二これがですね前作のトンボで刑務所から出てきて服役を終えて、えー、弟分のこのね何でしたっけ常,常っていうのが相川翔さんが演じてるんですけども常と二人で、えー、自分を裏切った ヤクザ組織にどう戦いを挑んでいくかっていう風なね。まあそんな任強者なんですよね。まあ随所にね、男らしい義理と人情っていうものが出てきて、ものすごく私たちの胸を打つわけですけども、当然、暴力の血生臭いシーンとかね、ヤクザなりの強引なシーンとかがありますので、長渕剛さんよく演じ切ったなというところでございます。で、そういった作品の終わりに、 今度はねこの「エイジ再び」っていうのが出てくるわけですけどもいやこれもねものすごくインパクトのある作品でシリーズ化されるのかなと思ったんですがまあ1時間半ぐらいで終わってしまうという形でしたねまたですね出所してきたあの小川エイジがどのように社会に順応していくのかそこでどういう風にね真人間になっていこうとして結局慣れずに最後まで不器用ながらも義理と人情の狭間で生きていくのかを演じてるところなんですよね まあドンパチのシーンとかね、流血のシーンとかも普通に出てきますんで、今は放送コードに引っかかりまくりだと思います。はい、モザイクとかも何もありませんからね。で、やっぱりね、いい話なんですよ、最後。ねこの常っていうのがね、実はね、トンボっていう前作で、あの、足をね、すごい不自由にしちゃうんですよ。で、えー、そこで作品は終わってどうなっちゃうのかなっていうところなんですけども、出職してきた小川英治、長渕剛さんがですね、 大物になった常に対して、まあ、どんな感情を向けていくのかどうして常は大物になれたのかそして大物になった後どういうふうに結末をたどるのかこれがね最後のね長渕剛さんの常に対する呼びかけってのがそこまでのトンボから始めての,あのストーリーのね全てをまとめて大きく胸に突き刺さってくるんですよねいやもうこれねもうよく これをね、出してくれたなと思って、もう削除される前に私は見てしまいましたよ。はい、それで、えー、改めてなんですけども、DVD が出てるみたいなんで、私はね、ちょっとこの DVD を買って、正々堂々と今度は見てみようかと思います。えー、1時間32分もアップロードされてますね。えー、チャンネルこれ、違法アップロードですから、すぐ消えると思います。皆さん、ご用心ください。一応、動画概要欄に、この方の URL は載しておきますけども、どうなるのかどうかはわかりません。はい、それでは。